パヨナ修学旅行行ってきまーす。行ってきまーす。ゴーゴー。あ、おー、あー、よし、行きまーす。やめてよ。セーラー服も着ちゃいました。どうでしょうか、前回もアンドサウナでは修学旅行行ったので、今回2回目の修学旅行なんですが、今回も私一人ではありません。まだリポーターの子たち来ますが、これから来るリポーターの子たちは今回一人で修学旅行だと思ってこの函館にやってきます。またちょっとびっくりさせちゃおうかなと思うので、ちょっと来るまで私隠れます。やってきました、函館。イエーイ。皆さんこんにちは、ネオミセキです。なんと私は函館にいます。イエーイ。函館は昔家族でよく旅行に来てたり、今日はアンドサウナのロケで里帰り企画ということで函館に来れました。イエーイ。早速行きます。ちょっと待った、こんにちは、はじめまして。はじめまして、豊沢ひとみです。嬉しいです。今日一人って聞いてた。今日は一人ではありません。嬉しい。一緒に修学旅行します。すげー。いつも一人で細々とやってたので。そうなんですよ、二人だ。そうなの。まあ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 ね、みんなで行きましょうね。はい、あれ、みずきちゃん修学旅行。嘘でしょ。修学旅行なんだけど。嘘でしょ。あれ、これそういうことですか。修学旅行だよね今日ね、みんな。はい、ありますか、私の分も。ええ、ございます。ありがとうございます。恥ずかしいですね、この光景が一番。でもここの声もあまり大きくしたらダメなのか、うん、そうかも。こっそり。こんにちは、牧田優香です。今回私は出張サウナ旅ということで、じゃじゃーん、五稜郭駅、読み方合ってますよね、函館にある五稜郭駅に来ました。まず函館も私初めましてです。北海道はむしろ2度目ましてぐらいなんですよ。本当に何回も来たことなくて。今ゆうかちゃんが喋ってます。一人だと思ってるから。ではえっちゃんゴー。ゆうかちゃん、はじめまして。ちょっと見えちゃったんです。なんか誰か見てると思って。待ってました。久しぶりです。初めましてです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあついに3人揃ったので、はいはい、さよな修学旅行行ってきます。行ってきます。ゴー。さあやってきましたよ、はい、まあね、ゆうかちゃんにも着替えてもらいました。着替えてきちゃいました。似合う、似合う、かわいいですね。かわいい。なんかこう並んだらちょうどね、1年、2年、3年みたいな。一番のボス。みんなついてきな。はい、ついていきます、一緒。さあ、そんなね、私たちが修学旅行でやってきたのは、はい、今ここ、五稜郭のすぐ近くです。うん、ね、市電も通っていて。通りましたね、さっき。そうそうそう。
まあ、そんな場所なんですけれども、はい、今日我々がやってきたのは、はい、LC 五稜郭ホテルにやってきました。噂によると、はい、ここにめちゃくちゃいいサウナができたらしい。新しく。そう、新しく。すごーい。楽しみ。なので今日は私たち3人でそのサウナ入ってみましょう。やりましょう。やったー。では行きましょう。あ、お花もあるね。すごい綺麗ですね。おしゃれ。おしゃれ。が白。あ、何？すごいよ。座り台によって全然体感温度が変わりますね。ね、一番後ろだと80度近く、一番上さ、天井との位置がすごい近いからやばそうですね。ざっと見た感じ15、6人は座れますね。座れちゃうね。広々と結構入れそう。一段の座面が全部広い、ね、広いの。寝転がっても全然いけますよね。確かに寝転がってもいけちゃう、うん、座る場所がね、うん、上下であるから友達と来ても、うん、暑いの行きたい人とね、うん、ゆっくりじっくり優しく入りたい人と、うん、確かに来れるね。友達連れて来れますね。うんうん、うん、やっぱり周りをね。そう、周りがきてます。来てる。嬉しい。わー、結構早い来るのが。あ、来てますね。あー、じんわり来てますね。わー、一気に暑い。暑い。私、ひとみ姉さんに聞きたいことがあるんですけど、うん、何でしょうか。最近の、あの、このサウナの入り方っていうか、入ってる体勢っていうかって、最近はどんな感じですか。最近ね、私、背中で熱をキャッチしてる。え、っていうことはつけてる。正座でこう。おー、でなんか、うん、人間って背中温まるとめっちゃ温まる気がしていて、寒い日ってストーブの前行ってさ、うん、寒い寒いって言ってこう、私背中温めるの好きなんだけど、うん、それと同じでこうちょっとこう背中温める。へえ。サウナハットとかも深めにかぶって、うんうん、じっくり。一番確かに。そうそうそう、もう自分の世界。え、いいかも。
やってみよう、うん、なんか2人並んで落ち込んでるみたいな。何かあったなって思いますよね。他から見たらどうしたのかなって思っちゃう。一人で反省したい時っていいかもこれ。いいかも確かに。そうそうそう。あ、立つと熱い。あ、熱いね、やっぱり。おー、え、ストーン大きい。大きい、思いました。ストーン大きい。お、ハルビアのストーブじゃないですか。あ、ほんとだ。おしゃれ。いいね。なんかこれ大体10分くらいの間隔でコントロールになってるみたいなので、はい、嬉しいよね。いいですね。はい、感動。
ましてはプライベートサウナを私たち2人で、うん、はい、ひとみ姉さんには秘密で、秘密で、はい、私たちだけで行きます、堪能したいと思います。やったー、ねえ、すごくないですか、いろんなね、アメニティもすごい充実してるんですよ。プライベートのサウナだから、予約した方が、うん、もう、うん、男女でも入れたりするんですよね。サウナと、え、これもいっぱいある。かわいい。あと、アロマがあるから、うん、次は、ロウリュウができる。嬉しい。じゃーん。失礼します。おー、すごいすごい。すごいよ、ちょっと。プライベートサウナのだけあって、確かにそうだってこと、3人目も行ける、もしかして。あ、でもこのくらいがいいかも。私はちょっと高さが、うん、天井と高くなって暑さを感じられるんじゃない、ね、暑いけど、でもストーブ近い割にはそこまでこうなんかイタタタみたいな感じはないから、ここ結構いいかもしれない。自分でロウリュを入れてね、暑さを調整できる、うん、そうそう、落ち着く。足伸ばせていいですね、これは。うん、確かに。口じこまりたい方はちょっとこちらで、うん、ね、ちっちゃくなって反省会ができるところで。あ、いや、ここなんかすごい反省しなきゃいけない。そうね、あ、懺悔コーナーみたいな、懺悔コーナーみたいになってる。とね、思い残すことがあったらここで、はい、チーンってしまう。ストーブもなんか形は面白いですよね、縦長で。たくさん、うん、入れてみる、ロウリュね。ティートリー、うん、よし、じゃあグレープフルーツにします。あ、わー、楽しみ、楽しみ、どんな感じで変わるんだろう、楽しいね、うん、楽しい。じゃあこっちから、上から、うん、上からロールってあんまりないですよね。この絵すごいよ、ね、何これ、面白いことになってる。よし、いきます。やめてよ。すごい来る、わー、やばい、来た、キャー、背中で受ける、気持ちよすぎる、やばい、こことんでもない蒸気が来る、気持ちいい。やっぱサウナ室がさ、ちょっとコンパクトだから、ストーブとも近いし、うん、熱が早く、周りがすごいよね、うん、いや、ここすごいね。今回入ってないんですけど、その男性の方もね、女性の方と同じようにボートロウリュがあるみたいだから、うん、なんか男女どちらもサウナが充実してる。そうね、あの男性用だけあって女性用ってあんまりなかったりするところ多いから。函館かなり暑いですよ今ね。これ私も函館サウナのために来る、これから。私たちさ、そうそう、サウナのために函館来ないとじゃない。そう、そう、来ないといけない。これはかなり暑いですね。これは激アツですね。風呂入るって感じです。失礼します。押すか。おー、じゃーん、一人用プールなんて入ることないから、ちょっとお庭で遊ぶ子供の気分みたいな。キャーわわわわわわわ、いいね、わー、気持ちいい、気持ちいい。いいですね、一人用プールは。この絵面なかなか見ないよ。しかもプライベートプールってか、これ深い、深さ結構ありますよ。もう深いからしっかり冷えます。これぎゅうぎゅうだったら二人も、もしかしたらいけるかも。楽しいかもね、二人でいいとか入ってんの。なんかやっぱりプライベートサウナのいいところってさ、セルフロウリュとかもさ、普通のサウナだとさ、自分の好きなさじ加減でできなかったり、水風呂の温度も
なんだろうな、好きな温度で入れなかったりとかさ、なかなかね、ちょっと混雑してたらゆっくり入れないとかあるけど、好きな位置でねとか、それが全部叶うっていうのがね、いいですよね。サウナ良かったね。気持ちよかった。整いましたね。ね、気持ちよかった。サウナの後といえば、はいはい、修学旅行だし、はい、サ飯だよね。食べたい。さらに整えるという。ね、うん、さあ今日のサ飯は、はい、函館といえばここでしょう。ラッキーピエロ。ラッキーピエロだ。すごい。ラッキーピー、ラッキーピー。ね、あれ、ゆうかちゃんラッキーピエロわかる？よ。知らないです、ラッキーピエロ。そう、え、そうか、福島にはないですね。道南限定の、まあ、ご当地ハンバーガーショップなんですけど、まあ、ハンバーガー今以外にもね、いろんな美味しいものあるんだけど、福島、まあ、福島だとヨークベニマルとかですかね。あ、ヨークベニマル、まあ、福島といえば、はい、ヨークベニマル。ヨークベニマル、ヨークベニマル、ヨークベニマルですね。ちょっとわかんない。そういうことですね、ちょっと了解です。じゃあまず行ってみようか。行きましょう、行きましょう。あー、すごいすごい、いろいろあるよ。このなんていうかアメリカンな感じ、うん、ね、確かに、いいよね、いいよね。やったー。おー、なにこれ。これじゃ、ケンは、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こういう感じなんですか、チャイニーズチキン、うんうん、これド定番、そう、定番の人気メニュー、うん、大きいね、やっぱり。おお、いけるかな。いただきます。でもパンがふわふわ、なんか私がいつも食べてるバーガーじゃないです。めっちゃふわふわ、おいしい。私はジンギスカンバーガー。ジンギスカンバーガー、中にぎっしり。すごい。いただきます。すごいっぱい。こんな感じなんだろう。いや、めっちゃ美味しそう。あの甘いジンギスカンの味付けとレタス、シャキシャキ、うん、美味しい。うわ、うん、間違いない。美味しい、間違いない。じゃじゃじゃーん。すごい、たっぷり、たっぷりなんです。わー、美味しそう。おうん、美味しそう。やっぱり大好き。わ、うん、これですよね。ラッキーピエロ来たら絶対これ食べるの。わかります。私もこれ、ね、うん、美味しい、ね、しかもさ、サウナの後だからやっぱりしょっぱいもの食べたくなってるから、うん、ぴったり。いつも以上に美味しく感じます、ね、うん、で、これにガラナもね、うん、飲みたい。確かにあるんですよ、うん、ラッキーガラナ、ピエロがついてる、函館の夜景もついてるし、ラッキーピエロ、うん、あー、うん、これ缶の方が美味しい。これだわ。ハンバーガーにガラナを飲めるっていうのがもう北海道できますよね。もうこれぐいぐい飲めちゃう。じゃあ私たちもお腹いっぱいいただいちゃいましょうか、はい、ね。私たちもね、サウナ入って、はい、サ飯食べて、うん、ときたら、せっかく修学旅行だし、
いい景色見たくない？おお、ね、見たい、うん、ということで目の前にあるのがこちら、はい、五稜郭タワーです。五稜郭タワー初めて見た。サウナの後に見る景色だから、うん、景色、うん、まあ分かんないけど行きましょうか、ね、めっちゃ近なんで、はい、何歩で行けるか数えてみよう。行きますよ、はい、せーの、ちょうど100個で着きました。じゃあ入ってみようか。はい、楽しみ。あ、こうなってるんだ。Looking for a reason Driven by the heart Fighting for a season With sadness fall apart Tell me nowTo worry, tell me to be strong. Be my strong reminder. すごい。うわ、すごい。いい。これが？いいね。これが五稜郭ですよ。1、2、3、4、5。本当だ。教科書で見たやつだ。そうだ。そうだよね。教科書で見たやつだよね。すごい綺麗だ。もうこの形見慣れている方も多いと思いますが、ここでクイズです。二人とも、五稜郭はなんでこの形なんでしょうか。やだ、悩み込んでる。そもそもだって五稜郭が何か分かんないから。五稜郭は、江戸時代に作られて、まあ、これちょっとヒントになっちゃうんだけど、まあ、ページにはここで戦争が起きたこともあります。はい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 、あ、はいはいはい、あ、あ、え、いいですか。じゃあ水木ちゃんどうぞ。5チームあったから、陣地、陣地的な感じで真ん中に集まるみたいな。真ん中が集合、はい、集合。まあ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 、まあ、はい、おお、積極的いいよ。争いの場かな。じゃあなんていうんですか、マリオでいうなんかこう、そういう戦う場所あるじゃないですか、いろいろ。ステージステージかなって。ああ、ほんとね、うん、まあ近づいてきてる。でもそれなんで5つなの。はい、5つ。あ、なんで5つなの。いいよいいよ。なんで5つなの。でこの出っ張ってる中から、うん、どこが中心かわからないみたいな。ああ、うん、もう三角。え、三角、本当ね、うん。え、四つだと、あ、敵の四角に入らないように五角形にした。お、正解。どういうこと？この形だと四角がない、見えないところがないので、この形が一番戦うにいいぞというふうに。頭が痛くなっちゃった。2人とも修学旅行ですよ。学びに来たんですよ。やだな、やだな。怖い。3年生から引率になってるじゃん、私。怖い。修学旅行1日目どうでした。楽しかった。楽しい。久しぶりの函館だったよね。嬉しいですね。楽しいし、
サウナ入って美味しいご飯食べて、うん、景色まで見れて修学旅行とはいえこんなに楽しんでいいのかなって思って本当だよね。確かに1日目でこんなに充実できて、うん、明日どうなっちゃうの、どうなっちゃうんだろう。帰りたくない帰りたくない。福島に帰れなくなっちゃうどうしよう。ねえ、本当サウナもめちゃくちゃ良かったしさ、ね、満喫してますよ。で今日は1日目ということで、はい、明日もあります。いやー楽しい、はい、2日目もございます、はい、ね、2日目もたくさんサウナが入りますんで皆さんもぜひ2日目も見てください、はいはい、ということでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。色が増してきて確かにそんな感じに出してますよ。笑いながらもう青い。